皆さんこんこにちはクリアです今日はこちらダイソーさんのリサイクルポリエステルケートこちらを使用してフード付きのベスト編んでいこうと思います。で私が使用するのは3番のティールグリーンでこちら材質はポリエステルが 100%70g165m でおすすめの塩針はかぎ針は5号針の指定です。こちらを使用していこうかなと思います。で今こちらもあるんですけれどもこっちの。 40%増量のものですね。70グラムにプラス30グラムした100グラムで235メートルっていうのも売ってるかなと思います。私はこちらの玉数で、まあ、何玉ってここに書いてあると思うんですけれども、こちらの玉数だったら、えっと、これですね。グラムどれぐらい使って残りのグラムとかで計算して下に書いてありますので、こちらの場合はこちらで、はい、参考にしてみてください。 こちらを今回は使用していきます。すごいお得ですよね。こちらの時に買えばよかったんですけど、その前に買い込んじゃってる分があったので、こちらから使っていきます。でそれから道具はこちらですね。ダンスマーカーととじ針と、 それから身頃前身頃と後ろ身頃とか脇の部分を合わせていったりとかするのにと待ち針使用します。とこれはもう結構あった方がいいかなと思うので、まあ、通常の待ち針で大丈夫です。それからハサミと、かぎ針は1本だけで使っていくんですけれども、これ両かぎ針使ってて、私もこれ消えかかってるんですね。こっちの5号針です。5号針3ミリ、こちらの方を使用していきます。 それではまず編む前にフード付きベストの簡単な手順とかですねご説明させていただこうかなと思いますまず最初ですね手順としてはこんな感じに9番まであるんですけれどもまず1番目後ろ身頃を編んでいきますこれは1枚で簡単にもう今回仕上げていこうかなと思うので増減なしで編んでいますで模様編みは3の倍数プラス2目ということでまずは92目後ろ身頃を鎖を編んで一段細編みを編みます でそこから模様編みを54段ですね編んで最後にまた細編みで終わるという感じでえっと後ろ身頃はまず1枚編みますでその次に前身頃を編んでいきますこれは2枚です前身頃カーディガンみたいにしようかなと思ってるので2枚編んでこれも増減なしで簡単な感じにするためにまぁ、あ、こんな感じにしていきます でまずは41目ですね鎖を編んでいって細編みを1段そこから54段は模様編みで上に細編み1段という感じで後ろ身頃と前身頃はね一緒な感じになっておりますはいで前身頃を編みました2枚でそしたら次肩の部分を合わせていきますこ,このこことこの肩の部分ですねここを合わせていってその次にそのまんまですねフードを編んでいきます で、フードを編んでったら、次、前身頃、後ろ身頃のこの脇の部分をね、合わせるんですけれども、これを合わせたら、次、裾のリブをね、次、ここのところを編んでいきます。で、次はですね、この前立ての部分ですね。ちょっとこれ、私、上図に図が書けないので、あの、フードのところとか書いてないんですけど、まあ、前立てをね、編んでいきます。で、編んでから、次が袖のリブですね、を編んで、糸始末をして、完成ということになります。 なっていきますで今これ簡単なご説明になるんですけれどもその都度その都度ですね目数とかはあのー、一応あの出してありますのでそちらの方も参考にして編んでみてくださいでは一緒に編んでいきましょうではまず後ろ身頃から編んでいきますで後ろ身頃も前身頃も3の倍数プラス2目の数 で模様編みを編んでいこうと思うので今回後ろ身頃は92目で編んでいくんですがそれよりまあ大きかったり小さくしたい場合はまあ私の目数ですね92名よりかはまあ3目ずつ減らすとか3目ずつ増やすとかっていう感じで決めてみてください基本的には3の倍数プラス2目でいこうかなと思いますで今回は92目ですね糸端ワイト処理できるぐらいに残していただいて途中で結び目を作ります はい。で、ここから92目ですね。編んでいこうと思います。あんまりきつくならずに気持ちゆったり程度の鎖を編んでいこうと思います。鎖を92目編んできました。で、端に合わせて、こんな感じでですね。ちょっと押さえて、こういった感じで測っていきます。どれくらいかな。 これだけでだいたいこんな感じですね49センチちょいぐらいの感じですまだいたい50センチ前後ぐらいかなという感じになってますはいではですねここから1段目入っていきますそれでは鎖をまず一つ立ち上げて122目目の裏山ここから1段目は裏山一つずつを取って細編みを編んでいこうと思いますまず一つ編んで,でダンスマーカーを目印につけておきます で、隣の裏山ポコッとしたところに細編み、隣の裏山に細編みという感じで端まで裏山一つずつを取って編んでいきます。 最後の目まで細編みを編み入れてきました。で、先ほど長さを測ったら約50センチぐらいですね、の長さになってました。で、次上の段で模様編みを編んでいくんですけれども、また模様編みをね、編むとすごい小さくなったりとかするので、次また一段ですね、模様編みを編んだら、また長さをね、測ってご紹介しようと思います。はい。ではここから模様編み一段目入っていきます。それでは、まず鎖を一つ立ち上げて、裏を向けます。 で、まず一番最後に編んだ細編みのところに中長編みを編みます。引っ掛けて入れて引き出してきて3本をかけて一気に引き抜きます。これで中長編みを1目。で、またダンスマーカーつけとくと分かりやすいので、ここに最後編み入れますね。また往復編みでこう戻ってきた時に編み入れるので、長編みをここにつけておきます。で、そしたら編み入れたその次の目、ここはスキップして、その隣ですね。ここのところにまず細編みと、 鎖を2つちょっと緩めに編んで、で、また同じ目に細編みをね、1目編み入れます。はい。で、編んだら3目で1模様なので、また1、2と2つ飛ばした3目目。ここのところにまた細編み、鎖を2つ、で、また細編み。これを編み入れていきます。ちょっと緩めがいいですね。 で2つ飛ばした次の目ここのところにまた細編み鎖をちょっと緩めに2つと細編み2つ飛ばした3目目細編み鎖2目でまた細編みという感じでゆったりめで編んでみてください。これで端まで編んでいきます。 こんな感じで端まで編んできました。で、残り2目残っている状態で1つ開けたその次ですね。一番最後の目。この目に中長編みを編み入れます。はい。これで模様編み1段目の終了です。で、ちょっとこの時点で長さを測ってみます。では、この一番端っこに合わせてちょっと測っていきます。さっきよりすごい 小さくなってると思うんですけれどもこんな感じで測ってだい大体、うん、4 8ンチぐらいかなっていう感じですねちょっと伸ばしてそれぐらいなので、うん、4 8ンチぐらいですかねうんになってますでまあそれぐらいの大きさですね478ぐらいをずっとまっすぐ編んでいけるような感じでいこうかなと思いますはいではですね次模様編み2段目入ります ではは段目長く立ち上げるこの立ち上げ方法というのでやっていこうと思うんですけれどもこんな感じで長編みぐらい伸ばしてもらって時計回りの方向にこうぐるっと向きを向けますね。でその状態で中指で押さえたまんまでぐるっと引っ掛けて今これねじれてるのでこの状態でずっと中指で押さえてください。 で、一番最後に編んだ長、え、長編みじゃない、中長編みの頭に入れて、引っ掛けて引き出してきます。そうするとねじってるの2本と今引き出してきたので3本になってるのを引っ掛けて、最初の2本だけを引き抜きます。はい。で、ちょっと整えてもらって、で、次の2本を引っ掛けて引き抜く。というやり方があるので、そちらでやっていきます。で、ちょっと横を向けると、 鎖っぽいところがあるので、ここに段数マーカーをつけてみてください。で、この詳しいやり方は下の説明欄と、ここら辺にもちょっと出てるかなと思います。ここをクリックしていただいたら、その動画に飛びますので、わからない方はそちらの方を見て一緒に編んでみてください。で、これが編めたらですね、次、この鎖2目編んだところ、ここに長編みを3回編み入れます。引っ掛けて、 この鎖のところに即に入れてもらって引き出してかけて最初の2本を引き抜く。で、引っ掛けて次の2本を引き抜く。これで長編み1目編みました。そしたらあと2回ですね。2回目の長編み。で、最後3回目の長編み。これを編んで、まあ、この3回を編み入れるのを連続ずっと編んでいくだけです。 また次の隣の鎖のところ、ここに長編みを3回編み入れます。1回、2回、3回。はい。こんな感じで端までまた編んでいきます。はい。端まで編んできました。で、最後のこの鎖のところに長編みを3目編み入れたら、一番最後はダンスマーカーつけといたところに、 長編みを1目編み入れます。はい、これで2段目の終了です。で、もここからは 1,、えっと、1段目、2段目ですね。これをリピートして編んでいく段になります。では鎖を1つ立ち上げて裏を向けます。で、1段目と同じ編み方になるので最初は中長編みですよね。一番最後に編んだ長編みの頭に中長編みを編んで、 ーースマカでつけれたら長編み123と3目あると思うんですけどこの真ん中のところ今度はここに細編みと鎖を3目でまた同じ目に入れて細編みを編み入れますで次の長編み3目ここの真ん中この目にまた同じく細編みで鎖2目。 で、また同じ場所に入れて、細編み。という感じで編んでいきます。で、ずーっと編んでいって、最後のこの鎖3目、っな長編み3目の真ん中のところに、細編みと鎖2目と細編み編み入れますね。そしたら一番最後、この、うん、とダンスマーカーついているところですね。ここのところに中長編みを編み入れるという感じで終わります。で、その上の段、上の段からもう全く2段目と一緒になるので、2段目、 をまあ、真似していただいて編んでいくという感じでリピートしてずっと編んでいくことになりますでちょっとだんだんねこの模様編みが小さくなっていくと思うんですよね今の時点で測っても47センチぐらいかなっていう感じなんですよねなのでなるべく47センチをキープできるような感じで編んでいこうかなと思います緩めな感じで編んでみてくださいはいこんな感じですね では、段数、ここに書いてある段数まで、編んでいきたいと思います。はい、こんな感じで、ずっと五十四段まで編んできました。で、先ほどの一個前に画像があると思うんですけれども、その段数で。横幅と縦幅ですね。四十七センチ、五十センチぐらいの大きさになってます。で、一番下のところで、ここのところ細編みから始まって模様編み。 になっているので最後のところも細編みを編んでいこうと思いますそれでは最終段ですね鎖を一つ立ち上げてくるっと裏を向けますでここのところも目数通りに編んでいけばいいだけなので長編みの頭のところから細編みスタートですねで次長編み3目のところは一つずつ長編みを編み入れる はい、でまた長編み3目に来るのでまた一つずつ編み入れるという感じで端まで編んでいきますはい端まで細編みを編んできましたそしたらもうここで終わりになるのでこちらの方も糸処理できるぐらいにカットしますで引き抜いて私はいつも細編みの頭にまた裏から入れて裏に出しとくのでまあ、こんな感じで締めておきますはいこれで後ろ身頃が 出来上がりましたで前身ごろの方はまた次であの目数と編み方自体は一緒なんですよねなので目数を、えっと、出してあるのでその感じで編んでみてください。 はい、こんな感じで前身頃のところを編んできました。で、今のところ後ろ身頃と、それから前身頃と編めてる状態になっていて、まだ糸処理はしてない感じになっています。で、今からですね、今度ここにダンスマーカーつけとくと思うんですけれども、この肩の部分、これを塗っていこうと思います。それでは、こちらが模様編み、長編み3目が綺麗に見えている方向で、こちらの方がね、長編みの後ろになっているかなと思います。 こちらの長編み3目、こちらの方を表にします。でこちらの後ろ身頃の方、これもね、後ろに見えているこの長編み3目、ガチャガチャガチャってなってると思うんですけど、こっちが表ですね。表だと綺麗に長編み見えていると思うんですけど、長編みが綺麗に見えている方、これを表にしようと思うので、こちらを内側にしようと思います。はい。で、これをこうやってして合わせてするんですけど、これを、 内側を外に出して外っ側を表にしてこれで引き抜き編みをしようと思うんですね。なので外側同士をこう表にしてこれでこういった感じで合わせてしていこうと思います。はい、なのでこのところにこういった感じでまあ一応ですねこう止めたような感じにしておきます。 で、段数マーカーの位置は、こんな感じで、一番右端のこの長編みの3つの塊を、これ、一模様としたら、これを模様編みを8つ目のところにつけてあります。1、2、3、4、5、で、ここで6、7、8ですね。8つ目の、まあ、一番左の長編みの上の細編み、ここにつけてあって、こちらの方も、これ今、後ろ身ごろですけれども、左から1、2、3、4、5、6、 で、788目のえっと一番右端の長編みの上の細編みにつけてあります。で、表身頃の方も同じような感じで、右から数えて123、456788つ目の長編みの上の細編みですね。こちらの方も同じような感じで8つ目の長編みのここですね。一番右端の長編みの上の細編みにつけてあります。はい。 この状態にして端の方から糸をつけて引き抜き編みをしていきます。それでは一番右端のこの長編みの上の細編みの内側同士を取って引き抜き編みをしていこうと思います。これだったらまあ一番この一番右端がここになるのでこれの上半目ですね。で上の方は下半目。ここだったらこっちに見えるところの ここが最後の鎖になるので、こっちの下半目っていうと下の方ですね。ここのところを取って、それでかぎ針に引っ掛けて糸を引き出してきます。で、こっちはもう後で糸処理してもいいし、編みくるんでもどっちでもいいんですけど、ちょっと、うん、型のところにシューッと入れようかなと私は思うので、後で糸処理しようと思います。それぐらい残してもらって、ここで鎖を一つ、 でで引き締め分ですね取り付けをしましまたそしたらまた同じ目に入れてもらってこことここですね同じ目にまた入れてもらってもう一回ですねここの目の目ところ引き抜きき抜編みでスタートしていきますそしたら次の目も下の方は上半目だしこの上の方は下半目ですね内側同士の半目同士ここを拾って引き抜き編みをしていきます。 はいで次の目も下の半目上の半目という感じですね内側同士の半目同士を拾って引き抜き編みこちらの方は上半目で上の方は下半目ここを取って引き抜き編みという感じで段数マーカーのところまでこんな感じで編んでいきたいと思いますはいこんな感じで端までやってきました そしたら一一番番最最後後のこのののここ段数マーカーカ同士の内側の半目、これををに引き抜き抜編みしします。そしたら鎖を1つだけ編んでこれ引き締め分ですねこれでまた糸処理できるぐらいに残してカットをしておきますでこうやってして抜いてキュッと締めてこれでできましたこっちが外になるので内側はこんな感じですね こういった感じで綺麗にできているかなと思いますで反対の方も同じように今こっちになってるんですけどこれをくるっと向けてこっちの方にしてもらってまた同じように端っこから糸をつけてこんな感じで編んでみてくださいで最後は一今みたいな感じで鎖を一つ編んでまあ糸処理するぐらいに残してカットするという風にしていきますでこれができたら次はフードのところ編んでいきます はい、こんな感じで引き抜き編みをしてきました。で、これを表に向けて、こちらの方が表になるので、見るとこんな感じになっていて、今度はですね、ここのところ、端っこから糸をつけて編んでいこうと思います。で、編む側も表の方から見てずっと編んでいって、編み方自体もこれと一緒のフードにしようと思っているので、端っこから糸をつけて編んでいきます。 それでは、こちら後ろ身ごろで、こっちが前身ごろになる、この前身ごろの右の方ですね。こちらの方から糸をつけます。で、この糸端ももう編みくるみながら糸処理をしちゃおうかなと思います。一番端っこの細編みの頭に入れます。で、糸を引っ掛けて引き出してきて、このね、こっちの糸端も編みくるんじゃおうかなと思うので、こんな感じで2本最初にこう合わせておいて、編みくるみながら進めます。 鎖を一つ立ち上げて根元の今糸を,糸を出したところここに入れてもらって細編みを一目編みますで段数マーカーを必ず、まあ、必ずでもなくても分かれば大丈夫なんですけどとりあえずね端っこですよの目印でつけておきたいと思いますはいそしたら編みくるみながらこのまんま細編みをぐるっと編んでいきますはいここからずっと 合わさっているところの、この隣ですね。この長編み3目のところの細編みをまあ編んできました。で、ここのところが合わさっている部分です。ここと、ここ。それから、こっからまた長編み3目で続いているので、始まっているので、こっからま一つずつ細編み編み入れると思うんですけど、この途中のところ、ここのところでもう一模様ですね。細編みを3目編み入れようと思います。まずはこの、 細編みを入れた隣ぐらいに一目入れれるので、まずは一目編み入れます。で、合わさっているとこぐらいですね。まあ、どこでも大丈夫です。このあたりにもう一目入れて、で、ここのところですね。こっからが細編みまた始まる。その隣の目。このあたりもね、あともう一目ですね。入れて、ここを三目にします。で、まあ、こっからはもう細編み一目ずつ入れていけばいいので、 細編編みみをね1目ずつ編み入れていきますでぐるーっとここのところもこんな感じで編んでって端のところもう一方の肩のところにも来ると思うんですけれどもここのところも先ほどと同じような感じで3つ分ぐらい細編みを入れてみてください。 そうするとまたここから細編みずーっとこうやってして編み入れることができますのでここの間の部分に細編みを3目入れるという感じで端まで編んでみてください。 はい。こんな感じでネックのところをずっと編んできました。で、ここの目数全体が私は80目になってます。で、この時点でなんかちょっと違う80目と違うなって思われたとしても、模様編み自体が3の倍数に、それからプラス2目した数っていうのでなっているので、あの、ここの数ですね。ここの数が3の倍数プラス2目になっていれば大丈夫です。 はい。ではですね、ここのところにまたこうずーっと編んでったので、また反対向けて、同じような感じでこの模様編みを編んでいきます。では、ここからこうずーっと編んできた状態で、鎖を一つ立ち上げて、裏を向けます。そしたら模様編みの一段目と一緒なので、一番端っこの目には中長編みを一目編んで、で、段数マーカーをつけておきます。 で、次の目。ここがスキップで、その隣の目から、えー、細編みと、それから鎖2目と、で、また同じ目に細編み。で、また2つスキップした3目目のところに、細編み、鎖2目、細編み。だったと思います。ちょっとね、なんか、間開けるとね、どうだったっけって忘れちゃうので、2つ開けた3目目です。ここのところに、細編み、鎖2目、細編み。 という感じです。で、ずっと編んでって、このままも往復編みで模様編みは一緒なので編んでみてください。で、段数はここに書いてある通りまで段数を編んでいきます。こんな感じでフードの部分、模様編みを30段編んできました。で、今時点でですね、ここのフードの部分、大きさを測っていきたいと思います。横幅が、まあだいたい40センチぐらいで、 上から下まで測っってて27 27.5センチちょいいとかかでですすねの長さになっていますでこの辺で、ね、終わろうかなと思っていてここがねフードの部分でこれ前身頃の部分ですねこちらのところでこの後ろが後ろ身頃の部分になっていますこういった感じでこっちが、えー、と引き抜いたところこんな感じになっているのでこっちが表ですねでフードがこういった感じで。 つくようになっているんですけれども終わりがこの長編み3目ここで終わるような感じにもしもあの高さですね変えられる場合はあと長編み3目で終わるような感じにしてみてくださいで肩の部分も裏の部分から引き抜き編みをしたと思うのでこっちがね表になるのでこうなるんですけれどもこれをこうじゃなくってこっちですね裏側にしてこっちがあのこう出る方ですねこんな感じで これの部分をこう裏にして、同じような感じですね。肩と同じような感じで、引き抜き編みをしていこうと思います。では、外表の状態で、まず手前にこう、糸がある状態で、鎖をね、一つだけちょっと編んで、で、ここのところ、長編みの頭になります。ここのところにそのままスポット入れます。一番最初。で、お迎えさんはこれ、立ち上げたところになるんですね。 なので、立ち上げたところって鎖っぽいところって言ったと思います。ここのところ全部にこうやってして入れていただいて、これでまず一つ引き抜き編みをしようと思います。はい。これでちょっとここのところが広がらずに、まあ、ちゃんと固定できたっていう感じですね。そしたら、次からがもう半目同士を拾っていこうかなと思うので、こっちはもう、下の方は上半目ですよね。で、お迎えさんのところ、これどこだっけお迎えさん、今ここに入れたので、次ここですよね。 は、この下半目。内側の半目同士。これを拾って、引き抜き編みをしていきます。肩のところと全く同じです。次のところ。内側の半目と内側の半目同士を引き抜く。で、まあ、ここ長編み一番最後のところだし、 こっちも見てた長編みの一番この端のところ出しっていうのをこう確かめながらしていくとちゃんと目数通り合うかなと思いますのでそういうのもここですね確認してやっていただければなと思いますはいこんな感じで端まで編んできましたで最後1目だけ残ってるかなと思うんですけれどもどっかまあ入れれる端の方ですねこれに入れてもらってもう鎖を鎖というか引き抜き編みをしてから鎖を1つだけ編んで でもうカットしておこうと思います。ここのところはね、もう糸処理できるぐらいに残してカットしてみてください。で、抜いてもらって、ここはキュッと締めておきます。はい。これで表を向けると、こっちですね。フードのところが出来上がりました。はい。で、こちらのところが出来たので、今度は脇のところを仕上げていこうと思います。